サーキットの狼、つゆモデナの件は、池沢里氏による漫画、および、それを原作とした、OVA、オリジナルビデオ。1989年から、週刊プレイボーイに連載された。主人公である件、フェラーリが、モータージャーナリスト兼、レーシングドライバーとして活躍する一方で、私生活ではフェラーリを愛車に周囲の女性たちと、恋愛遍歴を重ねる姿を描く。 サーキットの狼2というサブタイトルが示すように、池沢の旧作、サーキットの狼の世界とつながっているという設定で、同作品の主要登場人物のその後も描かれている。かつて F1 のフェラーリチームのテストドライバーを務めるなど、イタリアでレーシングドライバーとして活躍していた主人公、ケン・フェラーリ。しかしテストドライバーの同僚の一人が、 マシンテスト中にクラッシュしそのまま死亡してしまったことがきっかけでテストドライバーを辞め母の知り合いのつてを頼り日本に渡る。日本ではいつか独自のスーパーカーを作りたいとの夢を持ちつつ母の知り合いが編集長を務める自動車雑誌の契約ジャーナリストとして新車インプレッションなどを担当する毎日を送る。しかしそのドライブ能力の高さは 次第に周囲に知れ渡り、周囲に誘われるがままに、様々なレースに出走することになるのだった。1990年に OVA としてアニメ化。同年12月21日にリリース。1994年に竹内力主演で2本制作されている。ありがとうございます。